とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、人兵でラスボスのタイムアタック、行きます。使うキャラクターは、ベニマルで行ってみようと思う。で、技構成は、これだね、赤き一戦3に十文字1。一つね、横一文字入れてもいいかなと思ったけども、あれはね、リキャストが長いのよ。赤き一戦の 1.5 倍以上のリキャストがあるから、まあ赤き一戦で回転率を上げて戦っていく。まあそういう作戦でいきますね。まあ今まで一番早いのはブルームーンの4分7秒。今回はどれぐらいでいけるかな？5分以内でいければまあ上々だと思っとこう。まあいつものごとく芸能人ガクトの攻撃力アップを使ってダメージをね稼いでいくね。 OK、 こんなもん。あ、まあまあ3万いけばいいか。ブルームーンはね、このこう必殺技4発で半分減らせるからね。その差だね。うん。で、しかもあれ、リキャスト短いでしょ。ブルーストリームって。あれはね、反則だよ。本当に。絶対反則。ひどい技だ。ほんと。あれ？オッケーオッケー、いけたいけた。攻撃力アップを使っていけば、もうちょっとダメージ上げれるかな。よし、ちょっと攻撃力アップも使っていこう。はい、来い。よし、どうだ。いやー、そんな変わんない。攻撃力アップしたところでそこまで変わんないか。うーん、 2.3 倍になってるんだけどね、攻撃力が。いや、あっべえ、あっぶねえ。あれだけは食らっちゃダメだもんね。超時間ロスするから。よし、終わるか。無理か。よし、一回回避はしとこう。よし、次で倒す。いや、これはあんまり良くない気がする。いや、そうでもないか。悪くはないぐらいかな。このまんま攻撃力をダウンさせずにいければいいけど、どうだろう。この話の途中にもう15秒切れちゃうんだよね。はい、1発目2発目の攻撃を避けれればいける。おーい、 OKOK、 いけたいけた。うわー、このくらいのダメージ、嘘でしょ。この程度、この程度しかいけない。クリティカルで2万ぐらいか。いやー、少ねえ少ねえ。このダメージは少ないよ。よし、オッケー。アルマゲドゥーン、これ回避できる？いや、無理か。うん、ブルームーンとワイルドボーイはチャンスまで取れたんだけど、ベニマルじゃちょっと無理だな。おっと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 、攻撃力が元に戻ってる。ちょいちょいちょい、もう行くしかないか。うん、なかなかこれは難しいぞ、ほんと。よし、ちょい、まあいいけど。いやー、ダメージが全然足りん、全然足りてない。待て。よし、 OKOK、 攻撃力アップはこれでマックスまで持っていけるね。よし、 OK、 チャンスを見せて、チャンスを見せてくれ。いくぞ。あ、ダメだ。
取れないわ。とてもじゃないけどチャンス取れない。ダメージが足りん。よし、ああそっか、ポーズ取ってるから回避ができてないんだ。よし、いくぞ。よし、はい。ここの回避がね難しいんだよな。ここがよし、あーやべ、それを重ねるな。絶対重なってほしくない技だもんな。よっしゃ、いっけ。十文字いらなかったな。全部赤き一戦でいけたね。こっちの方が火力が出た。おっぶね、よし、おぶね、おぶね、おぶね。ウェーブ来る、ウェーブ来る、ウェーブ来るよ。はい、いっけ。またウェーブ来る、ウェーブ来る、気をつけろ。もうあとちょっとかな。しゃあ、やっぱ根本的なダメージが足りない。もうちょっとね、3万ぐらい与えれれば完璧なんだけど。よし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 、しゃダメージがひ弱だもん。ちょっと危ねえ。はい、次で倒す。無理か、ちょっとダメージが足らん、ちょっと足らない。あと一発、あと一発です。いやー、あらー、2発だった。はい、ちょっとやっぱ遅めか、ちょっと遅めだけども、まあうん、よくやった方じゃない。ダメージがあれぐらいしか取れないから、まあよくやった方だと思うね。はい、まあとりあえず今日はベニマルだったけども、まあ皆さんベニマル使えばこうどれぐらいのスピードで倒すことができますか。まあ俺はこれぐらいでしたね。はい、じゃあまたね、他のねキャラクターでもタイムアタック、やってみます。チェックをねよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。